はいどうもクレイジーピーでーす。今日ちょっと変わったことやりたくて、ダイバスポーツからクレイジーピー単品で動画を撮ろうと思ってます。ずっと僕がここ通ってるんですけど、その中でちょっと気になるものがねたくさんあるので紹介していこうと思います。では始めていきます。お願いします。ダイバスポーツ、はい、サナミミッド、オレンジもあるし、今黄色もまだあるってね。 SSK さんと内外ボールで開発されましたテクニカルピッチです。まず軟式用でなかなか珍しいのに、あ、まだあるわと思ったグローブ、今がチャンスだと思ったグローブ紹介します。まず1つ目、スラッガーのブラック&グレーのチャクチャミット、はい、これね芯が薄くてまとまりのいい取りやすそうなキャッチャーミット、捕球面のシワも切れてね、かなり使いやすそうなグローブ、キャッチャーミット。次なんですけど、はい、スラッガーのね限定品の 22PS の色違い、これ限定品になってます。色両方ともあるんでね、これはね鳥谷選手がサードで移動した時とかに使ってるね、かなりの名機になると思うので、はい、お探しの方はダイヤスポーツでお問い合わせお願いします。で次のやつ、これも僕すごい欲しいんですけど、あまり手が出てなかったんですけど、これもスラッガーですね。これ2019年のね、去年のオールスターモデル、これもねなかなか、ね、渋いですけどおしゃれな野球人さん、はい、ダイヤスポーツにお問い合わせください。僕スラッガーのことあまり語れないんでこんな紹介になってしまいますけど、はい、状態もよくまだ残ってます。軟式用でちょっと気になったものを紹介しました。で続いて公式用 T1 ですね、スラッガーの、はい、これも阪神タイガースの鳥谷選手が遊撃守ってる時に使ってたグローブになりますね。ちょっと小型のグローブになるんですが、これも一つあります。いい色してますね、はい、補給面も綺麗です。で続いてこれ個人的にめちゃくちゃ気になってるグローブ、トレジャー、はい、これね皆さん知ってますけど、アトムズの系列の会社にあるトレジャーね、ダイワスポーツの方でもトレジャーのね動画流れてると思うんですが、はい、そちらも確認いただいた上でめちゃくちゃいい色、はい、補給面も綺麗ですし取りやすそうなグローブ間違いないと思うので、はい、こちらもねあと1点になっているので、ちょっとダイワスポーツに急いで連絡した方がいいです。で次がこれ AR1 の限定色トレンチ、ダイワスポーツさんがプレゼントしてくれるのはこれの片付け済みのやつで、これは肩ついてないやつね、はい、まだ新品で置いてあるので一度訪ねてみてはどうでしょう。はい、やっぱスラッガーは結構人気あるのでちょっと多めに置かれてるですね。こういうのないのとか一回問い合わせしてみたらどうでしょうか。今年って言ったらこれなんですよ、はい、水野プロのダイバーシティブルー、こちらが坂本選手モデルですね、はい、坂本型がまだ残ってるのかなり珍しいと思うのでいつ売れてもおかしくないグローブです。もう水野プロはもう型なんでも革質抜群だし取りやすいで、2020年限定色ということでお早めに。これが、ダイバーシティブルーの水野プロの、はい、藤田モデルになりますね。これも今年モデルなので早く、色も渋いですよね、いい感じ、はい、じゃないと僕が買っちゃうかもしれないので早く問い合わせしてください。といった形でね、ざっといっぱいグローブ紹介しましたけど、これ以外にもいろいろキャッチャーミット揃ってます。今やったらねアルモニーヤとかカナメミットもまだあるし、ザナックスのねトラスト X の限定ラベルかもあるんでね、見てみたらいかがでしょうか。ちょっと変わった雰囲気でやりたくてダイワスポーツにお邪魔して、皆さん履けてくださいって言ってね、ちょっと逃げてもらって僕ここでやってますんで、じゃあ以上になります。じゃあいつもやっていきましょう、せーの、あざした、バイバイ。